2024年7月22日、イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーで、GCAP 新型戦闘機の大型模型が展示されたんだけど、F3 戦闘機の翼に異変が起きたという情報があったよ。主翼は従来、ラムダウィングだが、デルタウィングへと変化しているらしい。ならなぜ変わったのか、考察していきたいと思うぜ。まだ見慣れないけど、見慣れるとかっこよく思えるのかな。YF21 のように横に伸ばした方がかっこよかったような。今回はそんな F3 戦闘機翼の異変について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2024年は偶数年に各年で開催されているファンボロー国際航空ショーの実施年に該当し、7月22日から26日まで5日間にわたって第45回目となる航空ショーが盛況のうちに執り行われたよ。ファンボロー国際航空ショーとはイギリス本土、イングランド地方南部のハンプシャー州ファンボロー空港で実施されるもので、フランスの首都パリで開催されるパリ航空ショーと並び称される世界的な催しとのことだね。世界各地で開催される国際航空ショーはたくさんあるが、特にファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーが世界の耳目を集めているのは、両方とも航空機製造の末端まで及ぶサプライチェーンも包括した内容であるためとも言われているぜ。航空機製造は、おびただしい数の関連企業が参加する一大事業と言われているが、ファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーはどちらも末端の関連企業までが展示等に参加するのが特徴と評判だな。2024年のファンボロー国際航空ショーは、主催者側のアナウンスによると日本円にして、総額およそ16兆円にも上る取引がまとまったらしく、しかも民生用航空機に関しては、およそ260機にも及ぶ正式な発注契約が行われたとも見られているらしい。このように盛況だった今回のファンボロー国際航空ショーで軍事部門内容として一躍注目を集めたのが、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発を推進している GCAP グローバル戦闘航空プログラムに関する展示だったよ。その理由は GCAP で開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型が展示されたためで、ファンボロー国際航空ショー初日の22日に世界に向けて公開されたんだ。また、それだけではなく、前室の有人戦闘機の実寸大モックアップ模型に加えて、イギリスで同プログラムを主導する BAE システムズ社が、同機の新たなイメージ図の公開も行ったぜ。そこで展示されたモックアップ模型や新しいイメージ図によれば、同機の主翼は形状がこれまでのラムダ型からデルタ型へ大きく変更されているらしい。これによって GCAP で開発予定の有人戦闘機が従来より主翼の総面積自体が大きくなったといえ、大型化によって搭載する燃料が増加したため、航続距離が伸びたと考えられるね。同時にデルタ型の主翼変更によって、兵装の搭載量も増加したことが予期されるから、空対空、空対艦、空対地それぞれの用途への対応力の向上を期としたものであるという見方も一部から指摘されているみたい。日本では GCAP で開発予定の有人戦闘機は、現在の航空自衛隊戦闘機の中で対艦攻撃任務を主とする、F2 戦闘機の代替機を目指すものなので、搭載可能な空対艦兵装のように大きな期待が寄せられているらしい。その反面、BAE システムズ社による GCAP で開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や、新たなイメージ図で示された主翼のデルタ型への変更は捨てる性能の観点からは不安視する声が上がっているようだ。主翼がラムダ型からデルタ型へ変更されたため面積自体が大きくなったとしたら、必然的に主翼のレーダー反射断面積が従来よりも大きくなってしまうため、肝心のステルス性能が低下してしまう可能性があるのではという懸念だな。これについてはそもそも GCAP で開発予定の有人戦闘機が、どの程度のレーダー反射断面積を想定しているのか、数値目標そのものが未知数なので現時点では何とも言い難いと思われるよ。通常の航空機開発では、要求される性能と採用される機関部能力に応じて機体自体の大きさや形状を確定させるのが常で、それは設計段階の最も初歩的工程だから、
GCAP で開発予定の有人戦闘機も、本格的な開発にいよいよ踏み出したとも言えるかもしれないね。今回のファンボロー国際航空ショーでは、BAE システムズ社が GCAP で開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や、新たなイメージ図を示すと同時に、開発側の記者会見も行われたよ。その席には各国で開発を主管する企業が出席し、イギリスからは BAE システムズ社、日本からは三菱重工業社、イタリアからはレオナルド社の担当者が顔を揃え、現時点での GCAP についてのコメントを発したんだ。具体的な出席者は BAE システムズ社からハーマン・クレイセン氏、レオナルド社からグリエルモ・マビリア氏、三菱重工社からは白石仁氏だったな。ここでハーマン・クレイセン氏は、共同開発国である日本やイタリアとの関係について、GCAP に対し非常に補完的で、各国が持てる技術を出し合い長期的な投資を行っており、そこで解決策を構築しつつ、形にしたいと述べたらしい。GCAP とは、大まかに言うと2021年から2025年までにかけて仕様の詳細を決め、評価を行い、2025年から2035年に実際の設計と開発を進め、2035年から実戦配備を開始、その後も継続的なアップデート開発を行う予定とされているぜ。前出のクレイセン氏は今回の記者会見で、こうしたスケジュールに鑑みつつ、2025年が GCAP 推進の上で節目になると強調し、実質的に同プロジェクトの設計の本格的な指導年になるとも発言したんだって。日本では現行対艦攻撃を主任務とする航空自衛隊の F2 戦闘機が2035年からの退役が決まっていて、その代替として GCAP で開発予定の有人戦闘機を同年から実戦配備することが必須となっているね。ちなみにこの機体は次期戦闘機と総称されているらしい。一方、イギリスとイタリアも現行のユーロファイタータイフーンの代替機体として、GCAP で開発予定の有人戦闘機を予定、日本と同じく2035年には実戦配備を行いたいという構えなんだと。日本は今回のファンボロー国際航空ショーが開催される直前の7月10日、次期戦闘機開発を主管する三菱重工業社と、一般社団法人日本航空宇宙工業会が日本航空機産業振興を共同出資で創設、同期のサプライチェーン構築を進める動きに拍車をかけているみたい。ただしイギリスでは7月4日の総選挙によって、現在の保守党のスナク政権が大敗、代わって最大野党労働党が単独で過半数という勝利を収めたから、実に14年ぶりの政権交代でスマーター新政権が誕生することになったんだ。労働党のスマーター新政権は、これまで保守党が推進してきた安全保障関連の取り組みを見直す意向を示しているので、GCAP についてもその対象とマスメディアでは報じられているんだって。また、保守党がロシア・ウクライナ戦争の影響で軍事予算拡張路線に踏み出したことは認めながらも、労働党のスマーター新政権はその使途について2025年前半をめどに再考を行い、方針を打ち出すとみられているな。一部のイギリスの軍事専門家や指揮者の間からも、現時点から10年以上先の2035年実戦配備予定の GCAP に注力するより、現在の状況を考え、ロシアとの対峙を考慮した場合には、既存戦力の増強に努めるのが先決ではないかという見方も出てきているらしい。こうしたイギリス内の意見の増加を受けて、一部では GCAP からイギリスが離脱する可能性があるという声も聞こえてくるね。しかし、試験だけどそこまで急激に方針を変えるということはありえないのではないかと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。